はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はまたまた可愛いスラップベース、これを組み合わせ技でご紹介をしたいと思います。先日から初めてこのコンタクト用音源の可愛いスラップベース、可愛い文化祭という画面があると思うんですけれども、これを買いました。とっても YouTube をたくさんの方に見ていただきました。このソフトはスラップベースをかっこよく弾けるソフトなんですけれども、グルーブ集とかがついているわけではありません。ベースのフレーズというのは自分で考える、もしくは他のソフトから引っ張ってくる、そういう方法を使って演奏をします。このソフトの素晴らしいところは、低い音の場合フィンガー弾きになりまして、そして高い音の場合うまく考慮入れたスラップベースが弾けるということなんです。冒頭で流したように、今回右上の方にはキャプテンプラグインズのエピックが並べています。右の方はキャプテンコードでして、左の方にあるのがキャプテンディープと言いまして、これがベースのソフトウェアです。このソフトを簡単に説明しますと、ここでコード進行を考えます。ここで選択をしますと、このようにいろいろ切り替えることができます。切り替えましたら、左のキャプテンディープも切り替わったりします。ジャンルを選んだりしまして、このように押すとコード進行が変わります。それに連動して左の方のベース用ソフトもコード進行が変わってくれるという優れものです。そしてこちらの方も同じように、今度はコード進行でベースフレーズを考えます。ここでまたランダマイズがありますので、このように選ぶと切り替わるわけです。演奏しながら切り替えていきましょう。このように変更はできるんですけれども、やはりこれだけじゃあまり表情がないですよね。そこでこの可愛いスラップベースの登場になるわけです。それではこのキャプテンディープの音を可愛いスラップベースで扱うのにはどうすればいいのでしょうか。今右下にあるようなジャムオルガンのミディベース、これはオーディオをミディに変換できるソフトです。でもそれを使う必要は今回はありません。もちろんこれででもできるんですけれども、そんな手間なことをしなくても、キャプテンプラグインズシリーズのソフトウェアには便利に MIDI を排出する機能があります。それはこのキャプテンディープの方を、ここで VST Out というタブがあるんです。それを選択しましたら、ここに英語で書いてますように、ミディノートオンリーということで、ミディの音だけが出力されるようになるわけです。それを可愛いスラップベースのトラックでいいんですね。通常はここはミディキーボードなどを選んでいると思うんですけれども、キャプテンディープエピック、これを選択すればミディの音が流れてきます。ちょっと鳴らしてみましょう。はい、このように流れてくるわけですけれども、ここのところで音が途切れたと思うんですね。これはミディノートの一部分が可愛いスラップベースのキースイッチのエリアにかかってしまったから、こんな風になってしまったということになります。それにはこのミディを選択しましたら、ここにオクターブというのが出ています。
これでオクターブを下げればいいわけです。これで聞いてみましょう。このようにすることもできるわけです。いわゆるキースイッチのところに当たらない領域にしないといけないということです。もう一度フレーズを変えてみましょう。また変えます。今度も案外低い領域ですね。いけるでしょうか。やってみましょう。いけましたね。このようにして可愛いスラップベースにはグルーブのライブラリーというのはありませんので、このようなソフトを使って入力するととっても簡単です。キャプテンプラグインズは99ドルですけれども、特にエピックになってからは今までのスケーラーであったりとか、オーブプロデューサーだったりとか、そういうのとは一線を画したとっても素晴らしいソフト。エピックという名前はすごいという名前ですけれども、その通り全バージョンのキャプテンプラグインズとはもう全く別物の素晴らしいソフトに仕上がっていると思います。ぜひこういう組み合わせ技もチャレンジしてみてください。村長スタジオでした。